はいどうも、ミスティカルチャンネルでございます。今日は久しぶりに予言の話をしたいと思います。今ですね、大変話題になっているインドの少年のお話でございます。その少年の名はアビギャ・アナンド君と言います。14歳の少年なんですけれども、2019年の8月に YouTube に予言を投稿したわけなんですね。でそこで言ってた話なんですが、2019年の年末からウイルスの蔓延によるパンデミックが発生しますと、こうはっきり言ってるんですね。そして2020年の3月29日ないし4月2日ぐらいの間にですね、状況が劇的に悪化しますよと、こういう話までしていたわけなんです。これ実際にですね、世界的にロックダウンが起きたり、日本でも緊急事態宣言が4月から起きました。そして影響としては航空サービス業界から経済に至るまで深刻な状況になると、こう言ってるんですね。これ実際どうですか？タイの国際航空が破産したりとか、他にも航空会社大打撃を受けただけではなく、それによってですね、流通が滞って、そして世界中の経済というものが落ち込むという事態が起きたわけです。さあそして話は続きます。5月29日に徐々に減少傾向に入ると、そして7月から本格的に収束に向かっていくという話がありました。実際現在ですね、感染者というものはまだまだこう増えてきている状況でもあるんですが、ここまでですね、アナンド君の予言がかなり正確に当たっているということで、世界的に大変話題になりました。まあ今日はこの話をするわけなんですが、このミスティカルチャンネルではですね、こういった予言の話、他にもですね、当たる的中予言者の話として動画を上げております。こちらもぜひご覧ください。さあそしてミスティカルチャンネルではですね、予言だけではなく、さまざまな都市伝説、そして不思議な話、さらにはパワースポット、スピリチュアルといった話もしております。多岐にわたってお話しておりますので、ぜひ他の動画も見てですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそしてこのアナンド君なんですが、霊能者ではないんですね。これ占星術師になるわけなんですが、インド占星術というもので、その中のジョーティシュという占術があるんですけれども、これの達人だということです。このジョーティシュは大変古い占術でございまして、ベーダという聖典にも載っているぐらい、だいたい5000年ぐらいの歴史があるということなんですね。そして古代聖者の天からのインスピレーションによってもたらされた占術だということで、星の光の影響を読む占い占星術だということになるんですが、他の占星術と違うところで言うとですね、このジョーティシュはカルマを見るということになるわけなんです。カルマとは因果応報ですね。したことが返ってきますよと、こういう働き法則のことを言うんですけれども、これをしっかり見ることによってですね、詳しいことまでわかると言われています。そして一番影響あるカルマとして、前世の行いカルマですね。そして今世、生まれてから今までの行いカルマ、そして今現在行っていること、これから行うことのカルマを見てですね、未来がしっかりとわかるということになります。で、何月何日何がある、こういうところまで克明に出てくるという話です。これ世の中のこともこれ例外ではないんですね。人類のカルマというものを見るわけなんです。人類が今までやってきた、カルマの罪としてですね、これやはり環境破壊、そして人間同士の争いも含めたですね、動物の虐殺、こういったカルマというものをですね、大変長きにわたって蓄積してきてると、そのツケが今来てますよということもアナンド君は言っております。さあもちろんこのアナンド君、これからのことも言ってるわけなんですね。2020年の12月20日から、そして来年ですね、2021年の3月31日まで大変危険ですと、こういう話もしております。新型コロナよりさらに深刻なウイルスによるスーパーバグが起きますよ、こんな話までしているわけですね。新しいパンデミックが起きると、これこそが第2波だという話があります。先ほど言ったこの期間ではですね、別にウイルスだけじゃないんですね。戦争、それから災害、こういったものも大変危険な状況にあるということを言ってます。特に2021年の2月は地球を含めた惑星が直列するということらしいんですね。ですのでこの時期が
一番危険だという話もしています。もちろんこのアランド君はもう怖い話ばかりじゃなくてですね、これからの対策というものもお話してくれています。メディア、マスコミというものの情報には気をつけてくれという話もあります。どうしてもマスコミは恐怖を煽ります。ですのでいろんなパニックになったりしがちですが、こういった情報が非常に危険だということらしいんですね。この恐怖感というものが免疫力を下げる原因にもなっているということで、もしかしたらウイルスよりも危険ではという話をしています。さあ、そして唯一ウイルスに対抗する対策はワクチンではなく自分の免疫力ですよと、こういう話もしてます。しっかり運動する、睡眠をとる、さらに心を強く持つと、そして一番大事なのは食事です。今スーパーなどに行くとですね、ほとんどの食品には添加物、そして野菜などには農薬がかかったり、こういったことがあるわけなんですね。ですから有機野菜を食べたり、そしてこのアナンド君、インドの子ですから、ターメリックとかのスパイス、要するにハーブですね、まあ東洋でいうと漢方とかね、そういった自然のもんもうまく取り入れて免疫力を上げてください。こういう話をしています。これからの行いとして人類に非常に大切なものというものを話してくれてます。それは農業、これは専門家の方も言ってますけれども、これから懸念されるのはやはり食料危機です。流通が滞っている状態ですから、食料も品薄になるし、そして日本も例外じゃないです。これ自給率というのは日本今 30% ぐらいしかないんですよね。どうしても野菜というものが減ってくる、すると値段がぐっと上がると、こういう状況になってくるわけです。ということで、農業というものは大事ですよというのは日本にも言えることだと思います。さあ、そして、大きなメッセージとしてアランド君は、先祖がやってきた伝統というものを取り戻してくださいと、神を信じてくださいと、こういう話をしてくれてます。皆さんはどう思いますでしょうか。信じる信じないは別として、ワクチンに頼るんではなく免疫力を上げるのが今私たちにできることだと思います。嘘か本当かは知りませんが、不思議なことはあるもんです。ミスティカルやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう。